はい、皆さんこんにちは。このステージはですね、ニトリ様にお越しいただいて、まあ、絶対ね皆さんもう使ったことあるよね、ニトリさん、にお越しいただいて、でもね実際にね、あのシェンポでこう皆さんがイメージしているニトリさんとまた別の側面でね、いろんなお話を聞きながら、就職活動について、ちょっと話をね聞いていければなと思っております。見極めライブ、今回第3タームというところでね、まだまだ始まったばかりですけれども、ここから引き続き盛り上がっていきたいなと思いますので、皆さんまずね見ている方はこっちかこっちかちょっと僕は分かんないですけども、チャットが、ね、あってね、そこにねチェックインっていうところがありますので、ぜひチェックインをしてから、このお話 YouTube の番組をねしっかりと見ていただければなと思います。また後半のところはね、質問にお答えしていて、皆さんが主役ですからね、見ている皆さんの質問にお答えすることが中心になりますので、あの説明会ね聞いてる中でも、あここら辺とか気になるなと思ったら途中でも全然構わないので、質問ガンガンしてください。僕もね、あのちょっとね携帯見ながらちょっとなんかすごいですね、あの悪そうな感じですけど、これあの質問を見ているっていう話なので、ぜひね皆さん書いていただければなと思います。はい、というところでまずはですね、最初の番の主役はニトリのお二人様、栗原様、江原様がね、実際ニトリっていう会社はどういう会社なのかなっていうところ、いろいろとご説明いただけるかなと思いますので、バトンをお渡しさせていただきます。はい、ではお二人どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。では今準備させていただきます。はい、皆さん見えてますかね、大丈夫ですかね。バッチリです。はい、ありがとうございます。ではここからですね、少しお時間をいただきまして、私たち、ニトリの説明会をさせていただきたいと思います。で本日ですね、最後にはインターンシップのご案内をさせていただきますので、ぜひ皆さんこの後ですね、少しでもニトリの説明聞いていただいて興味を持たれた方はぜひエントリーもしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、今スライドが入ってきましたね。はい、すいません、はい、お願いします。原様の自己紹介の、はい、ありがとうございます。では私の方からですね、まずは自己紹介させていただきたいと思います。私新卒採用部ですね、ニトリの新卒採用部に今着任をしているんですが、入社6年目になりました、江原と申します。私埼玉県狭山市出身になりまして、趣味はキャンプスノボといったところで、めちゃくちゃアウトドアな人間となっております。で、この次にですね、ロマンというものを書かせていただいたんですが、実はニトリの社員全員ですね夢を持っております。私はですね、ロマンがものづくりを通して、みんなを笑顔にしたいっていう思いがありまして、ニトリに入社をさせていただきました。そして、皆さんと同じくですね、就活生の時は見ていた業界としては観光旅行業界といったところだったりとか、あとはものづくりといったところになりますので、メーカーさん、見ておりました。このあたりもですね、後ほど質問会の時にたくさんお話しさせていただきたいなと思いますので、ぜひたくさん質問お待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、では続いて私栗原自己紹介してまいります。私ですね、入社4年目の、千葉県出身の栗原と申します。私の趣味はですね、旅行ももちろん好きですし、あとまあインドアのゲームとかも好きだったりもします。で私もここにロマン書かせていただいたんですが、必要なものを必要な時にお届けする、そんな社会をですね実現したいなと思ってニトリに入社しております。で私ですね、この写真の通り、まあ、研究とかいろいろやってたんですが、理系でもし、ね、悩まれてる方とか、そんな方ももしいましたら、ぜひですね質問会か何かで、私のことについても聞いてみていただければいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。で本日ですね、こちら私2名で、はい、お話を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で早速ですね、本日はこんなテーマでやっていこうと思います。皆さん本当のニトリって知ってますでしょうか。皆さん今ニトリに対してどういったイメージを持ってますでしょうか。先ほどですね、前段ご説明いただいた部分もありますが、ニトリはですね、様々な実は側面を持っていたりします。まあ、例えばですね、今皆さんの持ってらっしゃるイメージって結構こういう大きなお店とか、ね、家具屋さんだったりとか日用品店とか、そんなイメージが非常に大きいんじゃないかなと思います。まあ、ただこれはですね、私たちニトリにとっても非常に大切な部分であるんですが、ただですね、ニトリこれだけではないんです。実際ですね、お店に並んでいる商品は一体どこから運ばれてくるのかといいますと、そうです、コンテナを積んだですね、船に乗ってこう運ばれてくるわけですね。ニトリはですね、自社工場で作った商品を海外から輸入してくる、こういったところの貿易機能も実は担っているような会社になります。ここと加えてですね、あとはそういった商品お店に並んでいる中で皆さんに伝えていくっていうところで、実は自社スタジオによって皆さんおなじみの、お値段以上にこういった CM もですね、私たち作っております。あと他にもですね、これがですね、オフィスの空間になるんですけども、お客様に売る B2C の部分以外にも、例えば、家具を売るだけではなくて、会社の、例えば、ホームオフィス全体的をコーディネートするとか、そういったところも実はやっております。で、ここと加えて、
さらにですね、今は、今お店の中でもしかしたら見たことある方もいるかもしれません。アパレル産業にも一部参戦しております。こういったところで本当に様々な機能だったりとか、一部新規事業といったところで、様々な面今お見せしております。本当にこれは一部なんですけども、これだけで今までお店のイメージがあった皆さんのニトリのイメージ少し変わってきたんじゃないかなと思います。本当にですね、私たち様々な分野について、ニトリの変革、本当に新たな挑戦をどんどんと続けているような企業になりますので、本日はですね、どんどん説明をする中で皆さんのニトリのイメージ変えていけたらなというふうに考えております。で、私たちのニトリの挑戦ですね、本日はこちらの3つの軸でお話ししていこうかと思います。まず1つ目、こちらロマンになります。企業理念のことなんですけども、私たちニトリはですね、企業理念のことをロマンとそういうふうに呼んでおります。こちらですね、私たちニトリのロマンになります。住まいの豊かさを世界の人々に提供するといったロマンを持って全社に取り組んでおります。この住まいの豊かさの豊かさって一体どういった部分なのかというところなんですが、皆さん例えばですね、今日お昼とかに何食べようかなだったりとか、今日着る服何着ようかな、まあ、気温とか季節に合わせてこういったものを今選べる選択肢って結構豊富にありますよね。私たちは自由空間に対してそういった選択肢を皆さんに持っていただければというふうに考えております。まあ、例えばですね、夏に向かってそろそろジメジメしてきたなというところで、ちょっと涼しげなお色のラグに変えてみようか、じゃそれに合わせてカーテンも変えてみようかみたいな形でですね、気軽にご自宅をコーディネートできるような、そんな選択肢を皆さんにご提示できたらというふうに考えています。まあ、ですので、まあ、単にこう便利な椅子があったりとかベッドがあったりっていうだけではなくてですね、いろんな商品を組み合わせることによって、その方が本当にこう好きなところ、お客様のさまざまなニーズに合わせて選択肢をご用意するというところが、私たちの住まいの豊かさを世界の人々に提供するといったロマンにつながっております。で、このようにですね、ロマンを掲げて邁進しているニトリですが、実はですね、現在35期連続で増収増益を達成している、そんな企業でもあったりします。この増収増益、多分聞きなじみないかなと思うんですけども、売上を上げながら利益も上げている、そういったような状態になります。左上の経常利益率、こちらを見ていただくと分かる通り、まあ、結構金融様とかは、商材がない関係ですごく、利益率が下がったりするんですけども、見てるとですね、そこから見ても非常に高いところを示しております。で、そんな中ですね、この35期増収増益というところは、国内上場企業の中で一番の記録を実は達成しております。またですね、世界的に見ても、世界ナンバーワンタイの記録まで実は来ております。これと並んでいるウォルマートさんはですね、今35期増収増益で今途絶えてしまっているんですけど、もし仮に私たちがもう1年達成することになったら、真の世界ナンバーワンの記録を樹立すると、実はそのところまでにニトリは来ているんです。では続きまして、ニトリを支える骨組みのビジネスモデル、こちらについてお話ししてまいります。ニトリはですね、製造物流 IT 小売業という、ちょっと何やら難しげなビジネスモデルを持っているんですけども、これがですね、商品を企画したりとか、お客様に届けていくっていうところの商品の供給の川上から川下まで、すべて自社でコントロールしているというものになっております。こういった一貫したビジネスモデルがある関係で、通常発生してくる中間コスト、こういったところをすべて削減することができます。そういった関係で、皆様に質の良い商品を、お値段をあまりかけすぎずに、本当にお値段以上の商品をお届けできるというようなビジネスモデルになっております。ではですね、現在はこういったビジネスモデルを持っている中で、様々な店舗展開もしております。国内に700店舗ぐらい、海外にですね、90店舗ほど今ご準備があります。現在ですね、今後5年間でマレーシアに10店舗、シンガポールにも10店舗今計画をしております。こういった形でどんどん海外にも進出していけるような、そんな今企業になってきています。で、他にもですね、いろんな事業をご紹介させていただくと、前段ご紹介しました法人リフォーム事業の他にですね、アパレルだったりとか飲食業だったりとか、今の島中とのコラボによって、まあ、ホームセンター事業というところですね、全体的に暮らしを豊かにする、お家の外の部分も含めて暮らしを豊かにするような、その取り組みも今始まっております。まあ、その中ですね、世界に広がっていくニトリなんですが、社会問題に対する方針も明確に打ち出しておりまして、例えば一番上のようにですね、ペットボトルを回収して、そちらを繊維状に、糸状にすることによって、再度カーペットとして再開発するような特殊技術をもとした、カーペット製造だったりとか、
あと皆さんおなじみの N クール、L モモを使っていただくことによって、過度な冷暖房を削減して持続可能な社会へ続けていければ、というような思いで、さまざまな方針も実は打ち出しております。そんな中ですね、さらに皆さんの興味のあるような、どういった働き方ができるのか、こういったキャリアについて、そちらについてもお話ししていきます。ニトリはですね、配点教育と呼ばれる教育を取り入れております。これがですね、ビジネスモデルを生かした様々な部署、37部署、100職種以上、こちらの広大なフィールドを生かしてですね、平均大体2年から3年ぐらいで様々な経験を生かして、配点を続けていくことによって、複数の専門性を持つことによって、皆さんの成長につなげていく、そんなような、ね、教育計画を立てております。この配属される部署についても、ご自身の希望に沿ったりですとか、まあ、希望に対してこういう学習ができるんじゃないかっていうような形で、会社と、自分の、希望と、双方向のですね、取り組みをすることによって、成長していくような今、取り組みを作っております。自分でこうキャリアを作っていく上で、キャリアをつかみ取っていく、そういったことも今できるようになっておりまして、例えば、上のようにですね、あったらいいねコンテスト、自分がこう、こんな商品があったらじゃいいんじゃないかっていうような商品を全部署、どういった方でも提出できるようなコンテストを今行っております。こちら対象になった商品は商品化されて、商品化に向けてですね、その過程に関わることもできますし、その経験を生かして、商品分のキャリアをつかみ取った、そんな方も実は中にはいらっしゃいます。あとは下にあります NWC。こちらはですね、1年目から会社へ改善改革起案ができるような、そんな取り組みもですね、しておりまして、1年目の方から会社を大きく変革できるような、そんな取り組みもしております。このようにですね、チャレンジした経験っていうのはキャリアに反映されていきますので、皆さんの挑戦をですね、ぜひ私たちお待ちしております。はい。ではですね、ここからは私の方からお話をさせていただきたいと思います。隣にいる人全然喋らないじゃんっていうふうに思われたかなと思いますが、ではですね、私いっぱい喋っていきたいと思います。はい。ここからですね、いよいよ皆さんにインターンシップのご案内をさせていただきたいと思います。実はですね、ニトリ、なんと3年連続インターンシップランキング第1位を獲得しております。はい。このですね、なぜインターンシップ3年連続1位を取れているのかといったところもですね、皆さんにぜひご参加いただいて、体験していただきたいなと思いますし、何よりまずですね、ニトリのインターンシップにご参加いただいても、間違いなく損はしないといったところは皆さんにお伝えできるかなと思いますので、ぜひですね、ご参加いただければと思います。今年はですね、なんと2コースご用意しておりまして、キャリアデザインコースといったものと、イノベティブコースですね、この2つをご用意しております。まず、キャリアデザインコースに関しては、エントリーシートありません。誰でも、どなたでもご参加できますので、ぜひ今日ですね、皆さん少しでも興味、ニトリ面白そうだなっていうふうに思ってくれた皆さんに関しては、ぜひこちらもご参加いただきたいと思います。で、イノベーティブコースですね、こちらに関しては、なんと最後にですね、私たちの社長に直接プレゼンをするような機会もありますので、両方ともですね、こちら併願可能になっておりますので、ぜひご参加いただければと思います。はい、そしてですね、大きく、フローですね、このインターンシップのフローになりますが、まずは皆さんにステップ1、スタートダッシュライブご参加いただきまして、それと並行して、配点体感チャレンジですね、先ほど栗原さんの方からもお話がありました、私たちの配点教育といったところをぜひ皆さんにも、体感いただきたいと思います。そして、その後にエントリーシート、ウェブテストがありまして、それを、見事ですね、通過された方に関しては、ステップ2で実際に私たちの部署、就業体験を行えるようなインターンシップをご用意しております。こちらですね、今回、商品部、法人事業部、広告宣伝部、3つご用意しているんですが、メーカーさん、B2B の事業、そして広告っていったところで、全く違う業界から持ってきました。あえて持ってきましたので、これですね、皆さんにぜひニトリのインターンシップご参加いただいて、企業研究、業界研究といったところも役立てていただきたいなと思いますので、ぜひご参加お待ちしております。そしてですね、皆さんにまずご参加いただきたいイベントとしてはこちらのスタートダッシュライブになります。今からですね、皆さん始められる方も、就職活動始められる方も多いのかなと思いますので、ぜひですね、私たちが、サポートしたいと思っております。皆さんと一緒に就職活動を始めていきたいなというふうに思いますので、ぜひこちらご参加いただきたいと思います。そしてですね、皆さんに気軽にご参加いただきたいなという私たちの思いがありますので、 YouTube で、ご参加いただくような形になるので、本当にお家にいながら、もはや横に寝転がりながらでも出れるようなインターンシップになりますので、ぜひこちらもお待ちしております。そして先ほどお伝えしたステップ2に関しては、この商品開発、法人事業部、広告宣伝部、全く違う業界からご参加、体験できるようになっておりますので、こちらもお待ちしております。
そしてですね、スタートダッシュライブの日程になりますが、直近5月15日ですね、こちら、もう明日に迫っておりますが、こちらもですね、皆さんのために今日枠を増枠しておりまして、この後 QR コードから、もしくは私が先ほど投稿した、チャットの URL からですね、エントリーをいただければ、明日の分増枠しましたので、皆さんには入っていただけるような形となっております。そしてその次の週の22日もですね、スタートダッシュライブありますので、ぜひこちらでも大丈夫です。ぜひご参加お待ちしております。かなりですね、人気のインターンシップになっておりますので、どんどん、満席になってしまう可能性があるので、ぜひですね、せっかく今日、見ていただいている皆さんに関してはこちらの方も、ご予約いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、そしてイノベーティブコースに関してはこちらの方ですね、動画の、方から、QR コードの方から動画の視聴もお願いいたします。はい、そしてエントリーの方法に関しましては、こちらの今お出ししている QR コードからですね、読み取っていただいて、ニトリグループ、たくさん子会社がありますので、まずはニトリグループエントリーをいただいて、そこから株式会社ニトリ、ここ2段階ですね、エントリーがありますので、お間違いないようにお願いします。そして、ここまでですね、株式会社ニトリまでエントリーができた、あとはインターンシップにご予約というボタンが出てきますので、こちらの方も、ご予約をお願いいたします。はい、ではですね、まずは皆さん15分間ですかね、こちら私たちの企業説明会聞いていただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございます、まずは株式会社ニトリのお二人から会社説明のお時間をいただきました。ありがとうございました。では一旦、画面の共有の方をオフにしていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。ではここからは実際に皆さんが見ている皆さんが主役でございます。実際に今のお話を聞いてみて、少しでも興味を持ったよ、いやインターンの、ね、内容だったりも面白そうだったし、まずその前のね、そもそもイメージの、まあ、もちろん店舗としてのニトリ様っていうところとはね、全然別の側面もたくさんあるんだなっていうことをきっと理解していただけると思うので、気になるところガンガンとご質問いただければなと思います。早速ですね、実はもう質問も来ていたりはしますので、はい、ここからはですね、ちょっとそういった形でご質問のという形で、の時間として、しっかりですね、根掘り葉掘り、ニトリ様の全容をこう聞いていければなと思いますので、お二人もどうぞご協力お願いいたします。します。はい、ではですね、早速やっていこうかなと思うんですけれども、なるほどなるほどなるほど、まあ確かにね、確かにね、一つ目そのやっぱりこの配点教育っていうところがすごくこう面白そうだなっていうふうに思いましたと。で、一方でそこの部分ってやっぱり希望がね、通りになるのかどうかっていうのがちょっと気になっちゃいますっていう話もあります。はい、ちょっと突っ込んでね、聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ多分ちょっとどういう部署が人気なのかっていうところは僕はまだ分かっていないんですけれども、こう何かしらこう希望されている部署だったりとか、なんかこのお書きいただいてるのは多分本社でマーケティングとかそっち側なんですかね、なんかそういう広報系とかに携わりたいですよってなった時に、なんか一体どれぐらいのなんか働き続けるとそこにたどり着くのかだったりとか、なんかその配点教育のもう少し詳しい仕組みみたいなところとかを教えていただけるといいのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、お答えしていきます。まずご質問ありがとうございます。私は入社4年目で新卒採用部にいるんですけど、実はですね、新卒採用部私希望して実は来ているんですね。まあ、ここが100% 希望通りに進められるっていうのは夢のような制度ではないということはまずご理解いただきたいんですけれども、まあ、そんな中で私がこちらに来れた一つの一因としては、先ほどですね、会社の方よりこういった学び方をした方がいいんじゃないかっていう提言のところ、まあ、素直にというか学んできたのっていうところがまず一つありますし、なるほどなるほど。あとですね、まあ、ニトリは最初店舗に配属されていくんですけども、やっぱりですね、本部とかさまざまな部署って結局店舗がうまく回るように、店舗がよりこう業務が改善できるようにというところで、それぞれの部署が働いているというところもあるので、はい、まず店舗で自分がこう何ができるか、こう一定の成果を上げてくるというところがやっぱり大事なのかなと思います、うん、なので、まあ、何年間店舗にいるとか何年間行ったらいけるとかっていうところは少しイメージが違っていてですね、配属されてから、まあ、例えば本部に行って、まあ、私また店舗に戻るんですけど、うん、そのような形でこうなんていうか店舗と本部の、行き来っていうところが、実際にニトリで働いていく中で専門性が深められていく、
で、それが配信教育の一部の目的だったりもしますので、そういうふうにもしご理解いただければなと思っております。あ、なるほど、なるほど。なんかこう、イメージとしてはどうしてもその店舗対本社みたいな形をイメージしがちですけど、なんかそういうものではなくて、もうなんかその縦横無尽にどっちもこっちも行ったりとかしながら、自分のそのキャリアポジションっていうところをなんか少しずつこう広げていくみたいな、はい、そういう感じのイメージっていうことなんですかね。はい。しっかりまとめていただいて、ありがとうございます。ご質問いただいている方も多分ね、そこら辺のイメージがこうきっとこその自分のを働きたいなって思った職種になったら逆にそれをずっと続けるんだみたいなね、思い込みがもしかしたらあるかもしれないですけども、そうじゃなくてなんかそのトータルでキャリアとしてのね、なんかこう気づいていくんだみたいなところを多分組んでいただけるといいんじゃないのかなっていうのは今ちょっとお話で聞いてて思いました。ありがとうございます。じゃあちょっとガンガン質問来てるんで、次々行かせていただきます。はい。次、ああ、なるほど。海外の、店舗進出とか、その先ほどお話、その説明会の中であったりしたんですけれども、なんかそういう海外の出張だったり、転勤とかのチャンスとかっていうのも、やっぱりあったりするんでしょうかっていうご質問が来ております。はい、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。結論としては間違いなくこれから増えていきます。実際にですね、先ほどのちょっとお時間がなかったのでお伝えできなかったんですが、はい、ニトリの制度の中で、グローバルトレーニー制度っていうものがありまして、2、3年目からですね、挑戦することができるんですが、実際に今の世の中の中で皆さんの中でも海外で活躍したいよという方いらっしゃると思うので、そういった場合はぜひこちらにご参加いただきたいなというふうに思っております。公募制のものにはなるんですけども、実際にこれから海外で活躍したいという考えられる場合はこちらに応募をまずはしていただいて、そこからですね、いろいろ選考だったりがあるんですけども、そこから順番にですね出向するというような形になります。でもちろんですね、これから私たち2032年までに3000店舗、そして3兆円という大きい目標がありまして、はい、これからニトリは今日本ではトップシェアといったところになるんですが、正直まだまだ海外本当にまだまだ伸びしろがある会社になります。でこれからは東南アジアだったり、先ほどもスライドでお見せしましたが、そのあたりですね、これからどんどん進出していく予定になりますので、その際に皆さんのですね、これからの切り口みたいなところはたくさんある会社なんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。チャンスはめちゃくちゃあるということだったので、もしねご興味がこのご質問いただいた方ある形だったら、ぜひですね手を積極的に上げることが重要なのかなというところなので、ぜひチャレンジをしていただけるといいのかなと思います。じゃあ次々と行かせていただきます。はいはい、じゃあですね、ちょっとビジネスのご質問みたいな話が来てたんですけれども、なんかこうニトリ様の意識されている競合他社だったりとか、そのビジネス上のなんかその似ているような企業さんとかってあったりするんですかと、またなんかそういう企業さんとどういうところが差になって、ビジネス上のこう競合優位というか、この増収増益っていうところをこう成し遂げられてるんですかねっていう、そういう事業上のなんか優位性みたいなところとかが気になっているっていうご質問があるんですけども、確かにその一般的な小売とはね、ちょっと違うよねっていうところが、先ほどの製造物流 IT 小売業っていうところの意味に込められているかと思うんですが、ここら辺少しお話聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです。ご質問ありがとうございます。なんか近いイメージとかだと、そうですね、ユニクロさん、ファーストリテイリングさんというところが SPA モデルっていうビジネスモデルを持ってるんですけど、ここと少しまた違うよっていうところ、じゃあご説明していこうかなと思います。まあ、ニトリ製造物流 IT 小売業ってなんかいろいろ文字がくっついたモデルを作ってるかなと思うんですけど、まずこの製造っていうところと、あと物流っていうところ、ここはですね非常に大きく異なってまして、この物流っていうところだと、実は私たち配送 の私たちコントロールも実はしておりまして、そうなんですね。実際ですね、例えば北海道から沖縄まで私たち事業所を持っているんですけども、そこからですねお客様宅にお伺いして、例えば大きな家具を設置するような、そんな技術もですねどこ行ってもできるように。確かにしております。僕もベッド頼みましたもん。ありがとうございます。専門の方でした。専門の方でした。はい、すみません、完全ファンから話の腰を持ってすごいなんか嬉しく思いますというような物流ももちろん持ってますし、まあ、実際製造する場合においても、私原材料をどこから調達したりとか、その原材料を持ってどの工場を通ってどのルートを通って私たちのニトリ日本に商品を持ってきてどう配送するかっていうところまで含めて全てコントロールができます。なので本当にこう、例えば何かの原材料が高騰したりとか、まあ、どこかのコストが高くなってしまったとしても、何かこう手を加えることによってお客様にお届けするコストだったりとか、こちらを維持しながら質のいい商品をお作りする、あとは運んでいくってことができるっていうところが、他の企業様と比べて優位なところかなと思います。
確かにそうですね。なんかちょっと僕も今あの店舗の方を想像してたんですけど、もうめちゃくちゃいろんな商品があるけれども素材も全然違いますもんね。それ一つ一つを全部こう調達からされてるっていうことですもんね。いや確かにそれ途方もない職種というか仕事量が発生するんだなっていうのはなんか想像するだけですごいな。なるほどな。なんかそこの部分をこうやりきれてるだったり、そういう風な形を現地にまでこう入りながらやっているっていうところに強みだったりっていうところがあるっていうことなんですね。はい、ありがとうございます。じゃあまた別のご質問なんですけれども、はい、あの理系で、あのおそらく栗原様が理系ですっていう風なお話あったと思うんですけど、理系の方も結構いらっしゃったりするんですかみたいな形の素朴な質問が来てるんですけれども、 こちらどうなんですかね。分離比率とかって結構こうなんか偏りとかあったりされるんですか。そうですね、まあ、理系、あの私が想像したより言いました正直私自身も理系の大学に卒業しているものであんまりいないかなと思ったんですけど、うん、まずあの最初のエリアでこう集まった時に多分 40% ぐらい、うん、30から40ぐらいはいましたね、まあ、現状今それぐらいですよね、そうですね、うん、6対4ぐらいになりましたね、うん、なのでなんか、うん、なんか 10% ぐらいなんじゃないかと私は思います。確かに僕も勝手に今そんなイメージだったんですけど、ね、そんなことなくて結構いらっしゃいます、うん、なるほどなるほど。ということなので多分ご質問いただいている方は理系の方だと思うんですけど、うんうんうん、全然こう仲間はいらっしゃるというところで、うんうん、ご考えていただけるといいかなと思います。ありがとうございます、うん、じゃあ次に、ああなるほどね、よく考えられていることだな。特定の都道府県にとどまって働く続けることってできたりしますかと、うん、っていうのも将来的に結婚や子育てや介護等を考えると、うん、転勤が多いってなってしまうと、うん、どうしてもちょっと二の足を踏んでしまうんですけれども、うん、みたいなご質問が、ね、まあこれはやっぱりねライフスタイルの話なので、うん、大事なところかなと思うんですけれども、うん、働き方としてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。正直に言うと私も入社した時めちゃくちゃ不安でした。全国転勤っていったところを聞くと、はい、やっぱりちょっとうっとなる方多いかなと思うんですけども、そこに関してもですね、ニトリ毎年毎年本当に新しい制度ができていまして、はい、本当に今最近できたですね制度もご紹介したいなと思いますが、はい、実際に例えば30代とかになると結婚されて出産されてとか、うん、ライフプラン変わってくるかなと思うんですが、その際に使えるのが、ゾーン制度っていうものとホームタウン制度っていうものがありまして、はいはい、簡単に言うと、転勤を少し抑える、一定の期間抑えることができますよっていう制度になります、うんうんうん、ホームタウン制度に関しては例えば、東京都で、これから働いていきたいとなった場合に、その近くで、事業所がですね5カ所、例えば何々店何々店東京本部みたいな形で、5部署あればですね、そこに留まって働くことができるっていう制度になります、うんうん、で、もう一つのゾーン限定制度に関しては、関東と関西のみになるんですが、そのゾーンの中で、動き続ける、その中で働くっていうような形で全国転勤を一定の期間抑えることができます。で、ホームタウンに関しては、3年間使うと3年間使えなくなってしまうっていう少しデメリットがあったりとか、 あとはボーナスが6割になったりといったところも、はいはいはい、少しデメリットがあったりもするんですけども、ゾーン限定制度はちょっと範囲が広い分3年間でまずは使うんですけども、その後の3年間も更新をすれば使えるような制度になるので、そういったところで私もですね、これからライフプランが変わった場合はそういったところを使っていきながら働き続けたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。まさに現在進行形でそこら辺がアップデートされているっていうところなんです ね、 そうですね、はい、確かにその挑戦キャリアの中でね、挑戦でっていうところでありましたけど、そういうふうに働く、なんか自分自身が働き続けるための制度回収っていうところもガンガンとこうされ続けてるっていうところがそもそものカルチャーだったりされてるって感じなんですかね。そうですね、はい、本当に日々現状否定っていう言葉がニトリはありまして、はい、本当に同じことを 毎回やっていてもやっぱり成長はしないので、日々例えば売れない商品に対してなんで売れないのかって考えるのは当たり前かなと思いますが、はいはい、売れてる商品に対してもなんで売れてるのか、じゃあもっと売れるためにはどうしたらいいのかな、お客様に愛される商品作るためにはどうすればいいのかなっていったところを日々考えているような会社社風になるかなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます、はい、こちらのね、ご質問いただいた方も多分そこら辺ねちょっとね心配だなって思ってたと思うんですけど、逆にね今のですごくね、安心できたんじゃないかなと思いますので、ぜひ先ほどねインターンの方でちょっとカルチャーフィットっていうところを確かめていただけるといいんじゃないのかなと思います。はい、じゃあねガンガンちょっとご質問他にもあるのですごいな、多分全部ちょっとね答えられないと思う、これこの量だと申し訳ないです。ご質問にねピックアップできないのは僕の能力値不足なんでね、ちょっと恨んでいただければと思うんですけど、はい、次々とちょっと質問させていただければ
ければと思います。ありがとうございます。あのお二人がなぜあのそもそもこうニトリ様というその業界だったりこの会社を選んだのかっていうところの理由をあの教えていただければと思いますというご質問なんですけれども、それぞれ、お聞きしてもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ私から簡単にお答えしていきます。私はですね、先ほどお話したビジネスモデルが他社よりすごいなというふうに感じてニトリに入社しました。もともといろんなメーカーとか見いろいろ見たんですけど、なんか就活していく中でやっぱりメーカーってどうしてもですね、あのお店がなかったりとか、あとはあの商品開発する上で、まあ、あのデータが拾えなかったりとか、非常にこうお客様の需要っていうところにどれだけ応えられているのかっていうのは私結構疑問を持ってたんですね、就活期は。ただまあビジネスモデルにニトリがあると、でこのビジネスモデルがあるから、あのお客様に需要がある商品をより安くお届けすることができる、ここにですね非常に共感を持って興味を持って、ロマに最終的にはロマに共感して入社したという形になります。はい、素敵なお話、はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして江原様もいかがでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。私も大きく分けて2つありまして、1つ目が成長性と2つ目が活躍できるフィールドの多さ、この2つがもう一番だったかなと思います。1つ目の成長性に関しては35期ですね、今増続きしておりますが、私入社6年目なので入った時29期だったんですけども、はいはい、やっぱり日々伸ばし続けてる会社で何ができるかって考えると、やっぱり利益が取れているので、その分自分たちにかけてくれる教育投資、まあ、ニトリは上場企業の5倍というふうに言われているんですが、自分の成長のためにかけてくれるお金だったりとか、あとはこれからですね、新しい事業の拡大といったところで本当にさまざまなことに挑戦ができるというふうに思ったのが一番だったかなと思います。でもう一つに関しては、活躍できるフィールドの多さといったところで、先ほどもお伝えしましたが配点教育というですね素晴らしい制度がありますので、これからですね、あのいろんなことをですね挑戦しながらいろんなスキルを身につけて成長ができる、まあ、これから VUCAの時代とかも言われてますけども、何が起こるかわからない時代の中でニトリで働いていれば本当にいろんなスキルを身につけることができるっていうのが一番大きなあの決め手だったかなというふうに思います。ありがとうございます。やっぱりそれぞれね、あの2人の思いというところが、まあ、就職活動中もいろいろこう他の企業様も含めてこう悩まれた上で、あここが大事なんだなっていうふうに決められたという話だと思うんですが、僕が僭越ながらこう見ている方にあのぜひアドバイスなんですけれども、今のねご質問をいただいたような、あそうい う, こう思いにたどり着くためにはね、やっぱいろんなこう会社様だったりいろんな話を聞きながら、あ何が自分にとってこうピンとくるのかなみたいなところをね、あのすごくこうたくさんこう経験値というか話を聞くからゆえに、あこれいいなっていうところをたどり着いたりとかもすると思うので、ぜひですねこういったあの今ご質問いただいた質問すごくいい質問だなと思ってるんですけども、うん、聞いていただけるといいのかなと思ったりいたします。あとね、背に腹は変えられないんですけど、成長性ってめちゃくちゃ重要です、うん、あの僕もねあの就活のねこうアドバイザーとして日々活動していますけれども、やっぱりね会社はねこう成長することによってね、実際に働いている方々にいろんな機会だったりとか、まあその、まあ、お給料もそうですけれども、あのいろいろな形でで還元がされていったりすることは間違いないので、これはねあの実際に成長するかどうかっていう観点をねあの考えて、会社を選ばれるっていう軸はね結構一つポイントとして重要な軸なので、ぜひあのご検討いただけるといいのかななんて思ったりいたしました。ありがとうございます。では、時間的に最後の質問になっちゃうかな、最後の質問何にしようかな。あまあそうですね、まあこれに行きましょう。あのシンプルではありますけれども、あのお二人が、まあ、もちろんお二人がというよりはニトリ様があの実際にこうどんな人と働いていきたいか、あのこういうふうな就職活動を、まあ、もちろんあの会社を取る側として、されていると思うんですけども、一体どんな人と働いていきたいか、どういう人だったら活躍できるか、まあ、ここら辺についての人材像をですね、ぜひちょっと最後にお答えいただければなと思うんですが、はい、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。これはですねもうあの私たちがぜひ伝えたいところ一番のところかなと思うんですけども、求める人物像ありまして、 4C 主義というのをですね、はい、掲げております。チェンジ、チャレンジ、コンペティション、コミュニケーション、この4つのですね頭文字を取りまして 4C 主義というふうに言っているんですが、実際にですね変化に恐れずいろんなことに挑戦ができて、そしていろんな方と、協力をしながらですね、働いていける方と本当にお仕事がしたいなというふうに思っております。まあ、なかなかコミュニケーションとかも、じゃあどんな人がコミュニケーション取れるのかなといったところで、あの定義が難しいところではあるんですけども、やっぱりあの同じ方向性をもともと向いている方と、お話をしたり対話することは簡単なんですけども、本当に意見の違う方だったりとか立場の違う方、いろんな方と協力しながらですね一緒にお仕事ができる方と、私たちも一緒にお仕事がしたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。実際に、ね、その 4C 主義っていうところきっとねインターンの、ね、中身とかでもね触れていただけるかと思いますので、はい、ぜひですね先ほどご共有いただいていたインターンの URL はですねスタッフの方に、はい、チャットの方にもね流してもらおうかなと思いますので、 ありがとうございますぜひですね少しでも今の話聞いてねちょっと面白いなだったりとか興味持ったなっていう方はねやっぱりこういうね機会をねちゃんと手に入れるために行動するっていうのが重要なんでねぜひエントリーの方をしていただけるといいのかなと思います、はい、さあということであっという間のお時間となってしまいまして、はい、もう終了の時間という形になってしまうんですけれども最後に一言だけぜひですね就活生の皆様にメッセージをいただいて終了したいかなと思うんですけれどもお二人どちらか最後にラストメッセージの方お願いしてもよろしいでしょうか。はい、では私の方からいきたいと思います、はい、お願いします、はい、ではまずはですね本日は皆さんお忙しい中ですねご参加いただきましてニトリの説明会聞いていただきまして本当にありがとうございました。私たちのインターンシップ先ほども申し上げましたが3年連続1位のインターンシップになっております。皆さんのご参加ですね心よりお待ちしておりますし何より皆さんの就職活動をサポートしたいというふうに私たちは思っておりますのでぜひですねエントリーしていただいて一緒に就職活動頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お待ちしております。ありがとうございます。こちらのステージでは株式会社ニトリの栗原様江原様にお越しいただきまして、はい、お話をお聞きしました。見極めライブはですねまだまだ続いていきますけれどもぜひですねこれも引き続き楽しんでいただければなと思います。またねチェックインまだですよっていう方はね、多分どちらか あのそのチャット欄にねチェックインあるかと思いますのでチェックインしていただいて、これ以降のねタイムもぜひ、お楽しみいただければなと思います。こちらのタイムではニトリ様のお話をお聞きさせていただきました。お二人本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。